こんにちは。深田静香です。私はカウンセリングでお金を払って競馬を教わっています。その目的が病的真面目を治すためなんです。真面目病を治すという目的でお金を払って競馬を教わるなんてなかなかないと思います。今日は2019年の桜花賞の予想した時のお話をしますね。 この時は馬券を買わなかったので仮想馬券にしました。この時は競馬を教わり始めてまだ5ヶ月目だったんですけどすっかりハマりました。私は予想するときは先生おすすめの新聞スポーツ日本で予想しています。新聞を見ながら大箇所ってどんなレースなんだろう。3歳品馬限定なんだ。ってあ 去年、アーモンドアイちゃんが優勝したレースなんだ。これは注目。今年の3歳女王は誰になるんだろう。そう思いながら新聞を見ていました。何頭か見たことがある名前がある。グランアレグリアとダノファンタジーは前に予想してどっちか一着場だったな。この2頭に決めた。競馬を始めてから新聞をスクラップしています。見返すと、 2018年の阪神ジュベナイルフェリーズでダノンファンタジーを当てていました。あとは竹豊騎手のシェーグランツ。3頭は決まった。もう1頭。ん、どうやって決めよう。困った時はデータを見返すんですが、なかなか決めきれません。若い馬だから、どれが来てもおかしくなさそうだしな。よし。 アーモンドアイちゃんのお父さんかお母さんを探そう。お父さんが一緒の馬が一頭だけいました。5番のルガール・カムルはアーモンドアイちゃんのお父さん、ロード・カナロワと一緒だ。ファンのアーモンドアイちゃんのお父さんが一緒の馬にしよう。しかも馬番が私の持っている数字と一緒の5だし。先生は占いをするんですが、 その占いでは数字を使います。その占いで私の持つ数字が5511です。今日はこれで終わりますね。続きもまたお楽しみに。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また来ますね。